はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、これ第3のビール。これ多分前飲んだんだ。人狼のドラフトっていうやつですね。アルコール度数が 5%。味わいも喉越しも楽しめる。人狼ドラフト。コクと旨味アップ。こちら、CGC のあの、チューハイが売られてた、スーパーで購入しました。原材料名が、発泡酒とスピリッツと炭酸ガス。原産国が、大韓民国ということで、韓国です。これは、韓国だな。輸入者及び取引先が人狼株式会社となっております。多分まずいん。前飲んだことあるんだけどな。味忘れたわ。まあ、韓国なんで、まずいんじゃないですか。韓国なんでまずいんじゃないですかね。まあ、わからん。もうなんかさ、第三のビールなのにさ、ここにさ、デカデカと生って書いてあるの、これどうかと思うぞ、これ。どこをどうやって生だったんっていう、意味がわかんないよね。で、ここにちゃんと下にさ、リキュールとか書いてあるの。第三のビールなんですよ。第三のビールなのに生って書いてあって、どこを生にしたのかもよくわかってない。もうなんか、とりあえず生って書いとけばなんか売れるだろうみたいな、なんか、ね、この生って。何が生なんだよ。まあ、他の第三のビールもよくあるんですけど。何をさ、持ってその生って書いてるのを表記してんのがよくわかんねえんだけど。まあ、いや、完璧。なんだこれ。なんか薄いんだけど、薄いな。薄い上になんか独特のちょっと風味があるけど、まあ飲みやすさはあるな。まあただちょっとあんまり美味しくはない。なんだろう。なんかおかしい風味がするぞ。なんだろう、このへんてこな。なんというのか、この不思議な風味は。なんだろう、麦っていうより、なんか、何か、淡白的な、大豆淡白的な風味はするね。あんまり、でもそこまでまずいかっていうと、そこまででもないような気もするんだけどね。ちょっと難しいですね、これはね。ま、
でもやっぱりまずいか。やっぱまずいか。ああ、結構美味しいって言って飲んでる人もいるみたいですね。うん。第3のビールなんだけど、なんか薄いんですよ。第3のビールの中でも結構薄い部類ですね、これはね。実に。でも、この薄さがゆえ結構飲みやすいんです。割と飲みやすい、風味がないんで、あんまり、その口に、風味があったりすると、変に風味があると、その、飲みづらさを感じるんですけど、これは、飲みやすいっちゃ安いですね。うん、まあでも、うん、そんなに美味しいかって言われると、別に美味しく、食わないですね。まあ値段が割と安いっていうことを考えると、うん、値段がまあ多分まあ100円未満なんでしょうね、おそらく。まあ、大体そもそも韓国っていう時点で大体敬遠するんですけどね。まあ、やっぱあんま美味しくはないよね。これはまあ、美味しくはないな。まあやっぱ普通に日本のビールの方が美味しい、第3のビールの方が、ね、まあ美味しいんではないかと。まあ思います。まあでも、うん、まあそこまで。まあ、まずいっていうほどまずくはないかな。2223です。ご視聴ありがとうございました。